こんにちは、ミスターまゆめさん。今回はマンション投資のリスクとメリットについての動画でしたね。実はね、これね、動画で残すのももちろんいいんですけども、こういうのをアフィリエイトかけてみたらどうかなと思うんですよ。例えばね、マンション投資について、ブログを書くわけですよね。で、今はブログ書かないでくださいよ。YouTube に一点集中してください。これ例えばなんですけど、ブログを書いて、マンション投資にはこんなメリットがありますよ。そして、詳しくはこちらの資料請求からお願いしますみたいな感じでしていくんですよ、ね、マンション投資のメリット、ね、サラリーマンでもできるサラリーマンション投資とかね、あとはそうですね、独身でもできるマンション投資とか、それから地方でもできる都内、ワンルームマンションの投資術とかね、いろいろと切り口あると思いますけどもね、あとは基本的にマンション投資っていうのはまずはマンションを買ってローンを毎月10万で払うとしたら家賃を12万もらうって形で、家賃をね払いながらローンも払っていって、しかも毎月の何て言うんですかね、利ざやも1万2万抜くみたいな感じがあるんですよね。そういうふうなスキームが流行ってると思いますし、あとはね、かぼちゃの馬車みたいなのがあるじゃないですか。ああいうなセカンドリースみたいなね、サブリースっていうのが、でああいうものを話題にして、でこれはリスクが高いんでマンション投資行きませんかみたいな感じでスイッチしていってマンション投資を進めて、こちらの方でズーム面談ができますんでお気軽にみたいな感じで行ってアフィリエイトを取りに行くっていう方法ですよね。で私もそうなんですけど、マンション投資って、自分が面談何件か受けた後資料がもらえるじゃないですか。その資料に書いてあることをブログで書くとかね、 YouTube で言うとかするとアフィリエイトって決まりやすいんですよ。あ、この人マンション投資詳しいなって思っていただければ、いやあなたも分かるんですよ、できるんですよと、こちらの方からお申し込みくださいって形でアフィリエイトをかけることができるんで、そういったのもね、ゆくゆくはご覧になってみたらいかがではないかなと思います。狙ってみてください。それではね、大体ね、自己アフィリエイトやった後のアフィリエイトってのは同じパターンですから、自己アフィリエイトをやった時に感じたそのアフィリエイトに対するメリットデメリットってものをブログで書いて、でここにアフィリリンクを貼る、バナーを貼るっていう形ですからね、一緒です。そういうのもね、頭に入れながら、自分がこれアフィリエイトするとしたらどんな記事書くかなっていうことを考えながら面談を受けるといいんじゃないでしょうかということでございます。それではまた送ってください。